生徒マス大学、カトリック大阪大使教区が創設したミッションスクールで日本で唯一のカトリック教区立大学であり、近畿圏では唯一の男女教学のカトリック大学であった。だが、ローリエイトエデュケーションに加わった2011年以降には校内にカトリックの教えに反するという施設がいくつも作られていた。2013年3月に カトリック大阪大司教区からの通達により、カトリックミッションスクールを取り下げられた。2010年に学生募集を停止、廃校か統廃校が予想されていた。その後、学生改革と大学名会賞によって、学生募集を再開しようとしたものの、不備によって再建計画が頓挫。2014年4月以降学部生、大学院生がいない状態となり、 2015年3月末日をもって、閉学、設置者の学校法人英知学院も解散することとなり、4月17日、廃止が認可された。2007年5月27日に、旧名の英知大学から解消する。大学名の由来は、カトリックの聖人であるとマスアクイナスにちなむ。解消の理由は、カトリック系大学の国際的な組織である、 セトマスクイナス大学国際協議会イコールの正会員となるために、セトマスの名を大学名称に入れる必要があったためとされている。ただし、新聞報道によれば、H の五感が H、変態に近く、実際に H 大という別称が使われていたことや、アダルト系雑誌を発行していた H 出版との混同を避ける意味もあったものとされている。同様の例としては、 近畿大学の英称がユニバーシティ変態大学と五感が似ていたことから日本国外で困惑されたり注目を浴びたりしたため近代ユニバーシティへの解明が訴状に植えた例が挙げられる同じカトリック系の大学である上智大学とは日本グリーフケア研究所の遺憾などで関係がありナムサン大学とはセートマス大学ナムサン大学対抗運動競技大会 A 南戦闘をしていた。両校とは、教員間も交流があった。隣接した、百合学院は、前身の短期大学を設置した法人で、現在は、法人分離しているが、宗教的なつながりはあったほか、2015年10月より、卒業証明書等の発行業務を継承している。見学の精神は、カトリック精神に基づき、真理に至る英知と力を備え、 自立した人間を養成することとする。スペイン文学の学科があった。また、人間文化共生学部の人間発達科学科では、幼稚園と小学校の教員免許状を取得できた。生徒マス大学は、1963年に設立された英知大学を母体とする。当初は、進学部進学科のみの短科大学であったが、翌年に文学部に改祖した。 1996年には大学院を新設し人文科学研究科を設ける。2008年には文学部を人間文化共生学部に改祖した後、大阪府大阪市のカトリック大阪センターに梅田キャンパスを2011年4月に新設する層を持っていた。だが、新設の人間文化共生学部も学生募集に苦戦したことから2009年6月、 2010年度、平成22年度以降の学生募集を停止し、他大学との合併等を検討すると発表した。在学生に対しては、他大学への転入の圧旋を始めた。2010年11月、聖トマス大学はアメリカ合衆国に本部を置く、ローリエイト国際大学ネットワークに加盟し、方針の転換を図った。高知の不動産の一部の売却などで財政が、 安定したとして、2011年6月、来る2012年度より名称を日本国際大学に変更し、国際教養学部、健康科学部を新設するという方針を公表した。しかし、2011年8月、文部科学省に提出した12年度の解説認可書類に、学長や外国人専任教員予定者の職歴、学歴について、 虚偽の申告が見つかり、申請を取り下げるとともに、日本国際大学への解消も見送った。それに伴い、文科省から2014年度、平成26年度までの2年間は、学部の認可申請を認めない処分を受けた。学生募集停止の結果2014年3月に、学部生がすべて卒業し、同年4月以降は在校生がゼロとなった。同大学では、 敷地の一部を売却することで財源を確保しつつ、2015年度に看護学部定員100人を新設し学生募集を再開する方針だった。しかし2014年5月に2015年度の学部新設を断念したことが明らかになり、同年11月3日、学長のスティーブン・リにより、2015年3月をもって生徒マス大学を廃止し、学校法人、 英知学院を解散することが発表された。2014年4月以降、大学院博士課程に研究生が1名いたのみで、学部生、大学院生はいなかったため、在校生の転学等の手続きは行われなかった。その研究生の在籍期間が2015年3月までだったため、在籍期間終了をもって、大学自体を閉学することになった。跡地については、図書館、 研究棟などを含む約1万3 3三百平方メートルが天がさ市に寄付されるほか、グラウンド西側部分約3 9九百平方メートルを天がさ市に、同東側及び体育館、クラブハウス等約8 8八百平方メートルを隣接する由利学院にそれぞれ売却する方針が明らかにされている。甘が市では老朽化している一部校舎を取り壊す。一方で、 教育総合センターや天が崎健康医療財団の看護専門学校を同地に移転し、新たに子供の育ち支援センターを設置する等の方針を明らかしている。生徒マス大学の同窓会は、QH 大学と共に組織されており、サピエンチア会と称している。キャンパス内のサピエンチアタワーには、キリスト教文化研究所や人文科学研究室が設置されている。 また、礼拝堂、チャペルや、学生会館、留学生宿舎、クラブハウスなども完備されていた。天ヶ崎市営バスの停留署名も大学名、改場日に変更された。なお、閉学後も停留署名はそのままであったが、2015年7月1日の路線改編に際し、由利学院に改名される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。